バーバーチェアバーバーチェアとは、利用院、利用室などで使われる、接客用の椅子。多くのものが、レバー操作などによって高さの調節や回転、後方へ、背もたれが倒れるといった動作ができるようになっている。現在、多くの利用用の椅子は電力によって動くものとなっており、マッサージ機能を持ったものなども存在する。 古いバーバーチェアはアンティークとして評価が高く、撮影スタジオや美容院などでデコレーション用品として使用されている。1920年代頃2013年南北戦争時代の版画の中でのバーバーチェアは、現在のものと椅子の背の高さや家具の装飾状態、フットレストなど多くの特徴を共有している。最初にバーバーチェアが、 工業的に生産されたのは1850年頃である。最初のフットレスト付けリクライニング式の椅子の一台は1878年にセントルイスのアーチャー社によって特許が取られた。アーチャー社は続いて椅子の上昇加工が機械的にできるものを開発した。シンシナティの友人バーニングハウスはアーチャー社のものをリクライニング回転可能に改良した。 シカゴのセオドア・コッホはこれらの機能をすべて取り入れて1885年までに3万5000台の椅子を売り上げた。1987年、クレインチェア社のサミュエル・クラインはこのタイプのチェアの特許を取得し、1905年にセオドア・コッホに特許違反の訴訟を起こしているが、これは覆された。1904年にはクレインは調節可能な椅子の特許を提出しており、 これは1907年に認められた。1900年、ドイツ系アメリカ移民のエルンツと貢献が、油圧式椅子を製作し操作棒、と含めて特許を取った。これによって、すべての機械的機能の現在と同様の操作が可能になった。1950年代、アメリカのバーバーチャー生産会社の売り上げは年に10万の美容、利用室に1万台を売り上げた。 1950年代後半には、シカゴのエミール・ J ・イ・パイダー社は、バーバーチェアの生産でトップとなり、市場の70%程度を保有していた。日本のタカラベルモントは1931年に、バーバーチェアの生産を開始し、製版一貫の体制で、第二次大戦後徐々に、日本市場でそのシェアを伸ばしていった。1956年には、ニューヨークに、 現地法人を設立。機能性と価格でアメリカでもシェアを広げ、貢献チャー社、パイダー社がこれに対してダンピングの疑いで訴訟を起こすなど貿易摩擦も引き起こした。しかしその訴訟にもタカラベルモント社が勝利し、徐々に力を失っていった貢献者を1969年に買収。1970年代にはタカラベルモント社は アメリカの市場の70%を持つようになり、パイダーシャット逆転した。ありがとうございます。